はい、こんな感じのホルダーを買いました。まあバイク用のホルダーですね。まあ結構自分の買った財布が大きかったんですね。意外とギリギリで、この一番最後にしないと全然収まらないぐらいでかかったです。であとここが当たるってことですかね。ここの部分がちょっと入れるときに当たるのが、まあ少し嫌なとこですけど、まだちょっと新品で買ったばっかなんで、ちょっと全然違和感がない、光具合がちょっとありすぎて、まあそのうち使ってるうちに、まあ、あんま目立たなくなると思うんですけど、ただこのサドルなんでここら辺の加工がしっかりしてて、ものすごく良かったです。値段はちょっと高めだったんですが、今家に届きました。 Amazon で買って、こんな感じで、こんな感じで、なんか自分の使ってるこれがかなりでかすぎてギリギリでした。ここにね、こうやってやるとここがちょっとね引っかかるんですよ。なんでちょっと入れづらいっていう点はあるんですけど、まあ黒子に合ってるかなと、まあ、黒子じゃなくてカイマンのワニなんですが、まあ、クロコダイルのやつに合ってるかなと、色がということで、まあ完全装備ですね。自分が目指してた。でこれハーレー用なんですけど、僕はハーレーみたいなゆったり乗るタイプのバイクじゃなくて、CBR 的なスポーツ系のやつに乗ってるんで、合わないですね、すごく。なんでこれを買ってしまったんだろうって、ちょっと、まあ、ちょうどこういう感じのバイクのやつで、こういう感じの財布が欲しかったんで、買っちゃって、まあ、よく考えてみたらスポーツタイプなんで、まあ、本当は、クロコは合わないんですよね。合わないんですけど、まあ、自分が好きなんで、はい。これをずっと使っていきたいと思います。あとまあ個人的に銀のやつよりこれを買うことをおすすめします。レッドウィングの、ぶっちゃけこれつけてまあホルダーに入れといた方がかっこいいので、はい。ではまあこんな感じでした。ご視聴ありがとうございました。